まあ、温室効果ガス CO2 のですね排出量と吸収量を均衡させるというのがカーボンニュートラルです。講演会は長崎東高校が今年度三菱重工総合研究所と取り組む探究学習の一環で行われました。講演会には1年生と2年生合わせておよそ550人が参加。講師の三菱重工総合研究所茨城誠一副所長が化石燃料に代わる燃料や CO2 を回収する技術の開発状況を説明しながらカーボンニュートラルの重要性を訴えました。やはりいろいろな取り組みをするのはまさに皆さんが主役です。みんなでカーボンニュートラル社会を実現して地球を守りましょう。あんまり詳しくは知らなかったんですけど、今回の講演会で自分自身もちょっと興味が湧きました。脱炭素とかなんかふわふわしてたイメージだったけど、この講演を聞いてなんかイメージがつきました。身の回りのことでできることはちょっと心がけていきたいなって思います。講演会の後には希望する生徒を対象とした座談会も開かれ、カーボンニュートラルに取り組む心構えなどについて意見を交わしていました。